こんにちは、CRD です。皆さん、ハイブランドのスニーカーって持ってますかね？僕は一足も持ってません。なんでかっていう理由は高いから。これはもう当たり前のことなんですが、ハイブランドって何をもってハイブランドっていうかというと、品質がハイ、デザインがハイ、あとフレックスするアイテムとしてもハイですよね。認知度が高いから。一見してこれは高いもんだってわかるから。世の中にはいろんなハイブランドがあります。最近だとオフホワイトのバージルアブローがルイ・ヴィトンのメンズのディレクターをやってたりします。ハイブランドのものをストリートブランドのデザイナーが手掛けるっていうことも最近はね、珍しくなくなってきましたよね。特にこの2015年以降、こと日本においては少し下降気味だったストリートブランドの価値っていうのがどんどん上がってきてます。もちろん先に話したオフホワイトだとか、サミュエル・ロス率いるア・コールド・ウォール、パーム・エンジェルス、こういうストリートなんですけれどもちょっと高いブランドっていうのもたくさん出てきてますよね。その背景にはもちろんラッパーが来てたりとか、海外のセレブが来てたりするっていうのもあります。そしてそれを輸入的に日本でも来てる人が増えてますよね。もちろん高い服なので、どちらかというとお金持ちというかセレブというか、例えば芸能人、アーティスト、スポーツ選手みたいに社会的にも金銭的にも成功してる人たち、そういう人たちの着るアイテムとして普及して、それを見てかっこいいなと思った一般の僕たちみたいなね、ファッション好き、ブランド好きの方とか、そういう方たちにも一般に広く浸透してます。こういうハイストリートブランドみたいなね、そういうブランドが台頭してきたっていうところも、ハイブランドがストリート寄りになってくるっていうきっかけの一つではあると思います。最近で言うとバーバリーもリカルドティッシュが手掛けてからですね、かなりストリートなものを出すようになってきたし、フェンディとフィラのコラボがあったり、アディダスとプラダのコラボがあったり、ストリートで人気なブランドとハイブランドがコラボするってことはよくありますよね。その中でもいち早く一般の人たちのカジュアルでしかも高級なものとして流行ったのがグッチですよね。グッチはもともと一部のラッパーの人たちが身につけるようなね、そういうハイプなアイテムだったんですが、一般の人たちが一点豪華アイテムとして取り入れるようになったのは結構ね、ここ最近だと思います。だいたい 5,6 年ぐらいですかね。その理由となったのは、アレッサンドロ・ミケーレがグッチのデザインを手掛けるようになってからだと思います。このアレッサンドロ・ミケーレはもともとジュエリーなどのデザインをしてたんですよね。そういうこともあってか、すごくきらびやかな印象、通常のグッチのアイテムに細工を施してシンプルなかっこよさというよりは、少しいろんなものを詰め込んで装飾的にしたっていう部分がでかいと思います。で、一見ごちゃごちゃしすぎるとあんまり普通の服としてまといにくいっていうところあると思うんですけれども、この見るからに誰が見てもグッチってわかるモノグラムの使い方やシェリーラインの使い方、それとそこに特に若者が好みそうな刺繍だとかワッペンとか、そういったものをつけて、しかもそのモチーフがトラだとかヘビであるとかハチであるとか、ちょっと毒気のあるというか、少し攻めた印象のあるモチーフを使ったっていうことが大きいと思います。そしてここからが本題なんですけれども、今日はそんなグッチからですね、なんと12ドルのスニーカーが発売されるという、そういう話をキャッチしました。今回はそのスニーカーについてお話をしたいと思います。で、今回の話はそういうラグジュアリーブランドに焦点を当てた話っていうよりはですね、今後のファッションのスタイルっていうのがどんどん変わっていく可能性があるという、そういうちょっと未来的なね、予測の話も含めてしたいと思います。どうぞお付き合いください。まずこの12ドルのスニーカー、どんなスニーカーかというとこんなんです。画像を見ていただいて分かる通り、かなりポップなデザインですよね。普通グッチのスニーカーっていうと、だいたいまあ10万円前後からさらに20万円ぐらいするような、そういう高価格帯のスニーカーが多いですよね。で、このスニーカーなんでこんなに安いかというとですね、これ実はバーチャルスニーカーなんですよね。これはグッチのアプリから入手できるそうで、グッチの代表的なダブル G ロゴ、これが分厚い青いソールと伝統的な靴紐の代わりに靴をまとめる文字盤の両方に刺繍されてます。 AR ファッションプラットフォームの WANA っていうのがあるんですけれども、その WANA という会社と共同で制作された非物理的な靴ということで、モデルによって9ドルから12ドルで購入できます。これは所有者がフェイスフィルターみたいな感じでこのスニーカーを履くことができて、それを写真やビデオで撮ってオンラインで共有することができるそうです。このスニーカーを購入すると、仮想現実ソーシャルプラットフォームの VR チャットとオンラインゲームロブロックスでユーザーのアバターが着用できるゲーム内ダウンロードのロックが解除されるそうです。グッチは以前にもこの WANA っていう会社と協力して、実際のスニーカーのコレクション全体の AR バージョンを作成して、買い物客がブランドのアプリ内で仮想的に試着できるようにしました。グッチの代表的なスニーカーのエースっていうシリーズがあるんですが、それが試着できるようになったっていうのが記憶に新しいですね。そしてこの WANA という会社の CEO サージェイ・アークハンゲルスキーさん、この方がビジネスオブファッションっていうファッションメディアがあるんですけれども、そちらの方に語った話でちょっと興味深い話がありました。ここ5年から10年以内にファッションブランドの収益の
の比較的大きな部分がデジタル製品からもたらされるっていうふうに語ったんですね。そしてこのバーチャルで手に入るスニーカーが今後オフラインショッピング、要するに実際の商品ですね、その実際に手に取れる商品になり変わってはるかに魅力的で身近なものになるだろうっていうふうに語ってます。昨年にもグッチはポケモン GO でノースフェイスとのコラボレーションをリリースしたり、ゲーム用アバターの仮想ウェアラブルとして実際に存在するデザインを多くリリースしました。しかし今回グッチがバーチャル世界にのみ存在するっていうデザインを設計したのは初めてのことになります。他のブランドでいうとデジタルのみのファッションで最初に進出を果たしたのはバッファローっていうブランドがあるんですね。このバッファローは1990年代にスパイスガールズっていうグループがねいたんですけども、まあ僕ら世代多分懐かしいですね。30代40代ぐらいの人はまあベッカムの嫁がおったグループですね。このスパイスガールズが流行らせたと言われているバッファロー、このバッファローが仮想バージョンのスニーカーを発売した最初のブランドっていう風に言われてます。しかしこれらのスニーカーはアプリ上でだけ購入できます。アプリが終了したりそのサービスが終了するともう手元っていうか自分の所有物としては残らないっていう風なものです。まあ Apple Music とかね、そういうサブスクリプションの音楽サービスみたいに購入することはできるんですけれども、自分にずっと権利がない、自分の所有物ではないという風なね、そういう括りになったるみたいです。やっぱり実際のねものというかスニーカーをね好きで買ってる僕としてはそういう部分すごい悲しいなと思うところはあるんですが、ちょっと前にね僕の音楽仲間のねテイク M っていうのがいるんですよね。梅田サイファーっていうグループに所属しててですね、僕のニュークローズっていう曲ここに多分出てると思うんですけども、これにもフィーチャリングしてくれてるラッパーです。で彼の曲の中でルイ・ヴィトンのスニーカーを違法 DL っていう風に言ったりしてるんですよね。まあバーチャルリアリティの話というかもっと深いリリックなんですが、 iTunes とか Apple Music にもあるんでよかったらね聞いてほしいんですけども、その曲の中の一節でも出てくるヴィトンのスニーカー違法 DL っていう風に言ってる、これが実際現実にね行われる可能性があるというか、バーチャルで販売されるファッションというのが今後普及してくる可能性はあるかなと思います。というのがですね、皆さんおそらく Instagram とかよく見ると思うんですよ。で Instagram って顔すげ替えたりとか加工すごい施したりできますよね。ああいうのの一環としてこういう AR 仮想現実的なね、そういうアイテムをまとってフレックス自慢するっていう風なね、そういう人たちも今後増えてくるのかなっていう風に思いました。例えば自分が見てるインスタグラマーの人が実際には持ってないスニーカーを写真で AR 加工してね、さも自分が買って履いてるかのようにですね、ちょっとポーズ決めたりして写真を撮ってそれをインスタ上にアップするとか、そういう時代ももしかしたら来るのかなと思うんですけど、これってフェイクですかね、それともリアルですかね。実際例えば僕とかも皆さんとお会いしたことはないですよね。今この僕のチャンネルは6000人ほどのチャンネル登録者の方がいるんですよね。その方の中でも僕が実際にお会いした方っておそらく500人もいない、200人ぐらい、もっと少ないかもしれないですね。そういう方たちってもしかしたら僕が存在してるかどうかっていうのが分からない可能性ありますよね。これがバーチャルであって、いやそんなわけないやんと思うかもしれないですけども、実際こうやってバーチャルスニーカーが発売されたりとか、服とかもねバーチャルで着れるようになってきたとしたら、マトリックスの世界じゃないんですけども、これがもしかしたらバーチャルリアリティかもしれない。想像を膨らませるとそんなことまで考えてしまうようなね、今回未来的な商品が発売されたと、そういうお話でした。今は SNS を通していろんな人のいろんな姿っていうのを簡単に知ることができて、その人たちに親近感を覚えることもできます。実際のリアルな友達よりも例えばこの YouTube だとか Instagram のその人の投稿を見てる時間の方が長かったりするってこともあるんじゃないですかね。特に今コロナ禍で普通に友達と会う機会っていうのが減ってる人も多いと思うんですよ。そういう方は特にこういう SNS を通じて実際に会ったことなくて喋ったことない人の映像とか話とかっていうのを聞く機会が多くなってませんかね。そういう時代だからこそバーチャルリアリティの世界にファッション業界が重きを置くっていうのもなんかちょっと理解できる気がします。今回のこの件に関して何か感想がある方、よかったらコメント欄で意見を聞かせていただけたらと思います。今後バーチャルリアリティ、手に取れない商品がどんどん発売される可能性があるということ、現在サスティナブルな製品、要するに繰り返し再利用が効く製品だとかエコロジーの話っていうのはどんどん膨らんできてます。その中でこういう実際に製品を作らない商品っていう、そういうものが普及していくっていう可能性は大いにあると思います。そうなったら皆さんどうしますか？今まで通りスニーカーを買いますか？それともバーチャルリアリティ、こっちも楽しむか？僕は両方あっても楽しいかなと思います。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。このチャンネルではこういったスニーカーやファッションの話をする Vlog と、あと僕はビートメーカーでラッパーなので僕の曲が聴ける MV とかも見れるプレイリスト、ここにね出てますんで、よかったらチェックしてみてください。あとインスタ、ツイッターもやってるんで、このあたりもよかったらチェック、フォローの方よろしくお願いします。概要欄にリンクがあります。まあそんな感じで僕もね、こうやってフォローを募ってるわけですけども、もしかしたら僕は存在してないかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第。ということで本日もご視聴ありがとうございました。CRDDでした。